ポプラド・タトリ・プラベチ線は、スロバキア国鉄の鉄道線の名称である。路線番号は185。ポプラド・ポドリーネツ間は、1889年から1893年にかけて開業した。その後1895年に、タトランスカー・ロムニツ方面への支線が開業した。1966年に、ポドリーネツ・プラベチ間が開業し、全線開通した。 すべて各駅停車。各機に系統に分かれる。ポプラド・スタラー・リボブニャ間は2時間に1本の運行。ただし休日は一部が、ケジマク以南の区間運転となる。うち週1往復のみがプラベチまで運行される。スタラー・リボブニャ・プラベチ間は、区間運転と合わせて週に往復の運行となる。2時間に1本の運行。1日片道1本のみが、 ロムニツァ発ポプラドタトリ港で運行される。なお、ステュデニーポトクでポプラド方面の列車と接続し、ポプラドロムニツァ間は185号線を経由した方がタトラ電鉄線経由と比べて所要時間が短い。以下では、スロバキア国鉄185号線の駅と営業キロ、停車列車、接続路線などを一覧表で示す。なお、すべて各駅停車である。 ありがとうございます。